相性抜群600族ハルムチェテクです。本日はですね、海流ブリジラスを使っていきたいと思います。まあ、この2体の強さね、単体の強さは皆さんよくよくご存知だと思うんですけど、まあ、実はね、並びとしても非常に強力で、海流とブリジラスどちらもね、ドラゴンタイプを持っているんですけど、まあ、なんとね、弱点が一つも被っていなくて相性補完が非常に優秀で、さらにね、今回海流は直気型、ブリジラスは鉄壁を採用した持久力型で、それぞれ採用しているので、海流が特殊、ブリジラスが物理に対して強く、まあ、このね、タイプ相性以外の部分でも補完が優秀ということでね、この海流ブリジラスの強さ何戦か実況してきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。さあ、どうしますかね。まあ、海流から入るか、いや、ヤドランがちょっとな。いや、海流から入りたい気持ちはありつつ、ヤドがだるいな。海流セグレイブ、アット1が、まあ、ブリジラスとかにしようかな。これでいきます。お願いします。さあ、相手の先発、ジバコイル、OK、悪くない対面。まあ、裏やっぱ、ヤドランいそうだけどな。どうしようかな。まあ、一旦素直に地震から入っちゃいましょうか。まあ、地震だったらヤドランバックで、まあ、相手がゴツメ持ちとかでもゴツメ削られないんで、まあ、一旦この動きで損ないんじゃないかな。相手は引っ込める。まあ、さすがにヤドランバックだろう。ああ、ヤドランいない。オッケー、いい。でかい。まあ、じゃあここはブリジラスに引いちゃいましょうか。そうだね。ここは、ブリ出していきましょう。まあ、釣り交換だけちょっとやだかな。そうだね。ここは地箱釣りとか。まあ、地箱じゃなくても。まあ、誰かに釣られなかったら別にこの動きで損ないはず。化粧が最高。うわ。お前か。お前か。なるほどね。じゃあここはドラゴンテールから入ります。多分、うずかいりなんで、そうだよね。オッケーオッケー。で、ここは、ちょっと動いてほしいな。えらいナイス。さあ、ドラテでここは、丸助剥がしつつ流していきましょう。オッケー、ゴツメじゃないのも嬉しいね。さあ、裏から来るのは、エースバーン。まあ、B プラ1だったら、B プラ1だったら受かると思うから、まあどうしよっかな。一回ボディープとかでもいいけど、さすがに膝打ってきそうだよな。一回ボディープレス。オッケー。これはまだ全然耐えるから。はい、オッケー、いい耐久。さあ、ここはさらに持久力。ボディップ。オッケー、ここまでエースバーン削れたら、まあ、多分ね、セグレイブの一環が作れると思うんだよね。うん。ここは、防体択考えるかどうか。まあ、外してくれた時に、アドバンテージ取れるのが良くて。まあ、ラスカとかでいいかな。あ、オッケー。さあ、ブリジラスは突破されますが、ここは十分に仕事してくれた。いや、どうしよっかな。カイリュー出してもいいし、いや、なんでもありだな。海流の神速で縛っちゃうか、まあ、セグのつぶてで縛りに行くか。セグ出すと磁場コイル一回挟んできそうなんだよな。そこどうするかだよね。セグレイブラストでもいいんだよな。一旦海流から入ろうかな。一旦海流から入るか。一旦海流投げて、でここは、まあ、神速からで良い。相手も S 場切ってくるんじゃないかな。うん、切りな気はするんだけどどうでしょうか。で、ラストをセグレイブ残せれば、で、スケショウ打てばね、海流にテラス強要できると思うから。まあ、海流が地箱にね、テラス切ってくれれば、セグレイブの一環が作れると思うんだよな。オッケー、ここは神速通る、ナイス。いやー、だいぶ勝ってる気がするけど、どうでしょうか。ウズデンジャー海流だと基本的にあの、玉セグレイブに絶対勝てないから。はい、オッケー。そうねー。ここは、まあ、スケショウから入っちゃいましょう。相手がテラス切ってくるかどうか。デンジャー打ってくれたら、次のターンにセグレイブ出しとかしよっかな。そうだね。A1 ランク上げちゃえば、本当に負けることが、マジで可能性ゼロレベルだと思うんで。まあ、ちょっと渦から入られたらちょっと悩ましいね。うん。渦から入られ、まあ、渦から入られた場合はでもスケショが相当入るはずだから、まあ、それはそれで悪くないんじゃないかな。相手はデンジャー、まあ、そりゃそう。ちょっと動いてほしいな。動いてる。ナイス、オッケー、スケショ。なんなら倒してもいいよ。いっぱい当てれば倒せる。てか、なんなら伸ばしんで倒せそうじゃね。伸ばしんで倒せそうじゃね、これ。どうしよっかな。悩むな。うわ、悩むな、これ。迅速でいいかな。セグレイブ出しとどっちが勝ちやすいか。迅速でもいいよな、正直。迅速打つか。オッケー。迅速で海流しばいて。いや、いいね。これめっちゃ綺麗に詰められてる。気持ちいいわ。で、地箱にテラス切ってくれればセグレイブで卓にもならんから。で、そもそも直気だから負けることないと思うんだよな。さあ、地箱いる。どうしようかな、ここ。まあ、素直に地震からでいいか。テラス切らせられれば多分勝てるんで。これは、もう負けれたくないんじゃないかな。で、守るとき。ここは地震。いいね。強いね。
オッケー、磁力とかだったのかな、わかんないけど。オッケー、はい、対戦ありがとうございました。いや、これはね、海竜プラスブリジラスのね、このコンビがめちゃくちゃ強かった。素晴らしい。チャンネル登録、高評価、よろしく。どうしましょう。いや、ラッシャーどうするかのゲームか。マスカから入りたいんだけど、いや、相手のヘイラッシャーかなー。ラッシャーがちょっときついなー。いいか、海竜から入るか。海竜初手で、裏、どうしよっかな。海竜初手で見れない相手が、海竜だるいから、ブリジラスとかを欲しいかなー。でもそうなると、今度相手のヘイラッシャーやばすぎなんで、マスカーネでテラスキラスってなんか通していく感じにするか。そうだね、これでいきましょう。お願いしまーす。先発マスカーネオッケー、悪くない対面。ここは、初手新速から入ってアドバンテージ取りに行きます。まあ、今回別にブリジラスにテラスもそんなにいらないと思うんで、こういった相手ね、トンボとかでね、様子見してアドバンテージを取ってくるパターンが結構あるんで、ブリジラスバックでも、まあ、カイル素手居座り、でもちょっとディサード取るんで、まあ、素手居座りはね、そんなディサード取んないけど、ブリジラスバックとかしてもディサード取る可能性がかなりあるんで、最近ね、スカーフマスカーニャが増えてて、なんかちょっとトンボから入ってくるやつがめっちゃ増えたんで、あ、てかトンボ持ちが増えたかな。オッケー、いい火力。じゃれつく。あ、いい技お持ちですが、ここは神速っているので大丈夫。どうしよっかな、このターン。神速読んできそうだから、まあ、一旦地震とかでもいいんだが、じゃれもらってもいいから、アフゴに突かされてもそんな困んないし、神速でもいいかな。引っ込める。ただ、海流バックとかの方が嫌なんで、ヘイラッシャーとかね。ヘイラッシャー。あー、じゃあちょっとマスカーネ投げますか。神速。張った。アメ残しかー。ついねー。いいか、まだ一旦殴るか。何が一番入るこれ。ケタグリ ?120。神速とケタグリ一緒。よし、打つか。あくびからだと思うんだよな。はい、3。まっぱつ。えらい。4。まっぱつ。えらい、ナイス、えらすぎ、それえらすぎで、流星群とかあったら最高だったんですけど、まあ、これはしょうがない。相手はあくび、まあそうよね。一旦ブリジラス投げますね。でブリジラスで相手に守る強要させて、でそこにマスカーに着地合わせたいかな。このターンは多分ね、あくび連打だと思うんで、相手で引っ込めて、このターン守ってくるパターンがちょっとめんどくさいよな。うん、この時どうしよっかな。あくび連打大きい。でここは相手ブリジラスめっちゃメガネに見えるんで、この着地の仕方ね、メガネとかにも見えると思うんで、ここはあんまあくび連打してこないと思うから、ここでマスカーニャに引こうかな。ここはマスカーニャバックで引っ込めて、いやこれ通ると思うんだよな。どうだろう、マスカーニャ。オッケー、よーし、立ち回り完璧で、でまあこれでどうしようかな。はたきでもトリックフラワーでもいいけど、いや、どっちにしよっかなぁ。まあ、畑の方が一貫は作りやすいか。海流バックとかがだるいから、畑から入りますね。あ、ここは守るからね。それはそう。ヘイラッシャーの食べ残し落としちゃえば、ある程度アドバンテージ取れるし。そうね、食べ残しさえ落としちゃえば、海流とかブリジラスでも押し切れると思うから。押し切る、まあ、押し切れるかはさておき、押し切る択が生まれるから。うん、まあ、この動きでいいんじゃないかな。ここは畑押していきましょう。で、裏にも一貫あるしね。ガチグマがいる場合だけちょっとめんどくさいかな。うん。他は結構いけそう。さあ、相手テラス切ってくれ。オッケーオッケー。ここフェアリーテラスとか切ってくれたらブリジラスのラスターカノンとかも通るんで、まあこれは全然悪くないですね。アクテラス。おー、はいはい。まあでもカイルのケタグリも通るし、これもいいな。なんならマスカーネのケタグリも通るしね。さあ、ここは叩いて。いいですね。壁の腰落として。相手は雪流れ。まあそれはいいけど。むしろ、なだれ打ってくれた方がありがたい。じゃあ、ここは、どうしようかな。どっちでもいいな。地割れをしてくんのかな。まあ、一旦、海流から入ろうかな。まあ、どっちもありだな。なだれ連打してくるパターンがあるから、まあ、海流バックしちゃおうかな。海流交代して、なだれ、なんだろうね、アットに、アットに、アット1か。オッケーオッケー、なだれ連打、よしよしよし。じゃあ、ここは、ケタグリが通るはず。ケタグリ押していきましょう。オッケー、ケタグリー。うぃ、いい火力。相手は?あ、怖すぎな。まだここは、しっかり避けんの偉い。まあ当たってても一応マスカで処理は効いてたんで。マスカでもブリジラスだよね。どうしよっかなー、ここ。ケタグリ連打するかまあ、ケタグリ見えてるから、まあ、できてサーフ5バックだけど、さっきも言ったけどサーフ5は引かれてもいいから、まあケタグリ連打でいいかな。
引っ込める。サーフゴーバックは別に良い。サーフゴー、サーフゴー。まあ、自信をしてたら最高だったんだけど、まあ、これはいいでしょう。じゃあ、ここは自信でいっかな。直帰だから、まあ、一発耐えると思うんで自信でいいでしょう。チャージビーム、直帰か、相手に。はいはい。チー上がる。さあ、ここは自信。OK、いい火力。オルラで落ちるかな。安定飛んだら一旦ブリジラス引きとか。いや、気合玉か、ここ。気合玉だな。じゃあ自信でいいわ。OK、はい、対戦ありがとうございました。これは全員強かった、素晴らしい。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、この2体の並びの強さ見せることができたんじゃないかなと思います。本当に強かった。まあ、やっぱね、この海竜がね、対面強く、かつね、相手の特殊に強め。で、このね、海竜が苦手なね、相手の物理の連続技持ち。まあ、そこに対してね、ブリジラスが強く出られる。で、この2体に相性補完も非常に優秀ということで、まあ、非常にね、強力な並びだったんじゃないかなと思います。いや、本当にね、この海竜ブリジラスめちゃくちゃ強かったので、ぜひね、使ってみていただけたらなということで、本日のレンタルパーティーがこちらになります。まあ、なんか構築自体はね、昨日のね、セグレイブの回と一緒なんですけど、まあ、今回はね、この海竜ブリジラスにスポットライトを当てた動画を撮ってきました。本当にね、この2体の並び非常に強力だったので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、下までたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね、概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、終盤のランクマッチですとか公開収録の方、メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひね、メンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。